はい、こんにちは。僕ね、コーヒー好きなんですけれど、だいたい毎日飲んでるんですけれど、まあ、せっかくなんで今日はね、コーヒーの、まあ、健康の効果、美容の効果、まあ、ダイエット効果についてお話ししていきたいと思います。で、まあ、コーヒーってね、さまざま人体にメリットってあるんだけど、まあ、何の成分がプラスになるかっていうと、まあ、カフェインとあとクロロゲン酸、まあ、この2つがメインですね。まあ、それ以外にもいろんな物質が含まれてるんだけど、まあ、この2つがですね、主なプラスになる栄養素なんですけど、まあ、カフェインっていうのはね、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、お茶とかあとエナジードリンクとかにも含まれてるし、チョコレートとかにも含まれてるし、まあ、興奮剤になるんですよね。あとクロロゲン酸っていうのはね、あのポリフェノールの一種、まあ、コーヒーポリフェノールって言われているものなんですけど、これは様々なんですね。まあ、抗酸化作用とかプラスになるんですけど、まあ、カフェインっていうのはですね、まず結構ダイエット効果があるんです。まあ、摂取するタイミングとかにもよるんですけれど、まあ、カフェインは人体の中のリパーゼっていう酵素を活性化する作用があるんですね。そうすると、そのリパーゼによってですね、脂肪、トリグリセライドが有利脂肪酸とグリセロールに分解されるんです。そうすると、その有利脂肪酸が血液中に流れて筋肉などに行って、そこでですね、燃焼するエネルギーになるっていう、そういうプロセスになるわけですよね。で、このカフェインがリパーゼを、っていう酵素をね、活性化させるっていうのは、その食事で摂取した脂肪にも効果があるし、あとは体脂肪に蓄えられている脂肪にも作用するわけなんですよね。あとはカフェインって、その血行を促進するとか、代謝を上げるとかですね、さまざまな作用があるので、まあ、運動前とか、あと食後にコーヒーを飲むとですね、いろいろダイエット効果があるわけで、あとクロロゲン酸、コーヒーポリフェノールっていうのは、これもですね、脂肪を分解する作用があるんですね。それによって摂取した脂肪が体に蓄積するのを防ぐっていう効果がありますし、あとは血糖値の上昇を抑える効果があります。まあ、それによってですね、まあ、糖尿病の予防効果もあるし、あと痛風にも効くって言われてますね。まあ、ポリフェノールなので、まあ、抗炎症作用、炎症を抑える、まあ、抗酸化作用っていうものがありますので、抗酸化作用によって活性酸素を取り除くので、まあ、それによって、まあ、シミとかシワを防ぐとか、たるみを防ぐとか、そういったアンチエイジング効果もありますし、あとは、糖尿病の予防効果ももちろんあるわけだし、動脈硬化を、抑制することによって、まあ、心臓病とか、あと脳卒中とかの、リスクも抑えるということができます。あと呼吸器疾患の死亡リスクを抑えるということもありますし、あとはさまざまな、プラスの作用によって、大腸がんとか肝臓のがんの予防になるとか、あと尿路結石とか腎臓の結石を予防する可能性があると、まあ、言われているわけですね。まあ、ということでね、コーヒーってさまざまな健康効果、美容効果、ダイエット効果っていうのがあるんですけど、じゃあどういうコーヒーをどういうタイミングで摂るのが最も効果的かっていう話をさせていただきますと、まずコーヒーってそのインスタントコーヒーもあればドリップコーヒーもあるし、あと缶コーヒーっていうのもあるんだけど、やっぱりね、一番いいのはですね、ドリップしたコーヒーですね。まあ、なるべく豆をひいて、すぐドリップする。なるべく酸化されてないドリップコーヒーっていうのがいいわけなんですけれど、はい。で、インスタントコーヒーになるとですね、クロロゲン酸の量がですね、格段に落ちてしまうわけですね。あとは、まあ、缶コーヒー。缶コーヒーも美味しいし、たまには飲むんですけれど、やっぱり缶コーヒー、加工食品になりますので、まあ、保存料とか添加物とかですね、ものによっては結構入ってたりとかしますので、まあ、やっぱりね、ドリップコーヒーが一番いいっていうことになります。で、あとはですね、ドリップコーヒーでもそのクロロゲン酸っていうのは、その熱湯で死んでしまう、まあ、活性がなくなってしまうっていうところがあります。なので一番いいのは熱湯ではなくて80度くらいのお湯で、抽出したね、ドリップコーヒーがいいって言われてますね。あんまり熱すぎるお湯だとですね、クロロゲン酸の効果が落ちてしまいますので。あとはですね、ミルクを入れる人いますよね、コーヒーに。で、このね、ミルクの
含まれているですね、カゼインっていうものがですね、クロロゲン酸の効果を落としてしまうんです。なのでコーヒーにねミルク入れたい気持ちすごくわかるんですけれど、まあ、できれば、ブラックで飲んだ方がいいです、はい、あとはね砂糖を入れる人もいるんですけど、砂糖を入れるのはまあ僕はね論外だと思うんですよ。だってその白い砂糖なんかね、その白い砂糖そのものにですね体にとって害ってすごくありますんで、精製された白い砂糖ってね血糖値が上がりやすいし、糖尿病リスクもあるし、あとね脳の方にもですね悪い作用をしますんで、精神衛生上も良くないっていうのがありますんで、僕の中では砂糖を入れるのは論外なんですけど、まあ、どうしても入れたい人はねちょっとぐらい入れてもいいかなって思います。あとはコーヒーって、まあ、深入りコーヒーとか、まあ、浅入りコーヒーってあるわけなんですけれど、まあ深入りはですねクロロゲン酸の量がね減ってしまうんですね、まあ、カフェインも減るんですけれど、なので深入りよりも浅入りの方がいいです。なので僕はなるべく浅入りとか、あとアメリカンとかを飲むようにしてます。でちなみにねしっかりその深入りしてるイタリアンローストのコーヒーってあるじゃないですか、まあ、エスプレッソとかカプチーノとかカフェラテとかカフェマキアートとかね、でやっぱりねイタリアンコーヒーはですね、まあ、しっかり深入りなので、ものによってはねクロロゲン酸の量が 10% ぐらいまで落ちてるっていうものがありますんで、まあ、イタリアンコーヒーもね美味しいんですけど、なるべく浅入りのコーヒーを飲む方がプラスの作用、まあ、コーヒーポリフェノールクロロゲン酸の作用がありますんでね、そっちの方がどっちかというとおすすめです。あとはそういったコーヒーを飲むタイミングなんですけど、まあ、空腹時に飲むか食後に飲むかとか、まあ、飲む時間帯はいつかってねいろいろ議論の余地があるんですけど、まずね食後に飲むのは結構いろいろプラスなことがあります。っていうのは最初に話した通り、まあ、食事で入ってきた脂肪をコーヒーがですね分解してくれて、で燃焼してくれるわけですよね。あとは血糖値を血糖値がですね急激に上がるのを抑えてくれますので、まあ、太りにくくなります。なので食後にコーヒー飲むのはですね、ダイエット効果とかね糖尿病の予防効果すごく大きいんですけど、ただ食後にコーヒーを飲むデメリットとしましては、ミネラルの吸収が落ちてしまうんです、まあ、特に鉄とか亜鉛とか。なので例えば女性の方でね貧血の方とかね時々いらっしゃるんですけど、まあそういう方なんかは食後にコーヒー飲むのは避けた方がいいかもわからないですね、まあ、鉄分などの吸収が抑えられてしまって貧血が治らなくなってしまうことがありますので。あとはですね運動前に飲むのはこれすごくプラスになります。っていうのはまあコーヒー飲むことによって、まあ、脂肪燃焼モードに入るわけですし、あとは、まあ、コーヒーのねカフェインによってですね、まあ、興奮作用覚醒作用、まあ、気合が入るのでモチベーションがですね高まって運動がねしっかりできるっていうのがあります。なのでそういった効果と脂肪燃焼効果相乗効果で、まあ、ダイエット効果がありますよと。なのでね、まあ、運動を始めるだいたいね30分前から60分前ぐらいにコーヒー飲むのがプラスだって言われてますね。はい、摂取してカフェインの血中濃度が上がるまでねそれぐらいかかりますので、はい、あとは空腹時にコーヒー飲むのはですね胃が悪い人はやめた方がいいですね。っていうのはクロロゲン酸というのはね様々なプラスの作用があるポリフェノールなんですけれど、胃酸の分泌をですね上げるっていう効果があるんですよ。なので食後に飲むのはいいと思うんですよ。胃酸の分泌が上がってしっかり消化してくれるっていうことになるので。だけど空腹時にですねコーヒー飲んでしまうと、もともと胃が悪い人なんかは胃酸が分泌してで胃の粘膜がやられてしまったりとか、粘膜がね荒れてしまったりとか、最悪胃潰瘍になったりとか、まあそういうこともありますので、まあ胃が悪い人なんか特に空腹時のコーヒーは飲まない方が無難ですね。あとは夜遅くに飲むのもですねやっぱりカフェインの作用がありますので、やめた方がいいです。特にカフェインに対してね過敏な人って世の中結構いるんですね。カフェインがねどれぐらいその耐性があるかとかどれぐらい効くかって本当に個人差がありまして、
カフェイン過敏症って言われてる人なんかはコーヒーをね一口飲んだだけで心臓がバクバクして焦っちゃって不安になっちゃったりとかいう人もいますので、まあ、そもそもねカフェイン過敏症の人は、まあ、コーヒーとか、まあ、それ以外のカフェイン取らない方がいいっていうことがね結構あります。本当にカフェインはね個人差があって、まあ、大体その1日 2,3 杯ぐらいだったら飲んでもいいよって言われてるんですけど、それってあくまで平均であって、まあ、コーヒー1杯がだいたいカフェイン100mg から 150mg ぐらいなので、まあ、2,3 杯ぐらいだったらいいよってね、まあ、様々な世界の指針でもそういうふうに言われてるんですけど、まあ、コーヒーをですね1日 5,6 杯飲んでも全然平気な人もいるし、あるいは一口飲んだだけでもバクバクしてね過敏症の症状が出ちゃう人もいるので、まあ目安として、まあ、平均 2,3 杯ぐらいがいいですよと。でカフェインってね半減期が結構長くて、まあ、大体4時間から6時間ぐらいなんですね。だから寝る6時間前にコーヒー1杯飲んでも寝る頃にまだねコーヒーの半分ぐらいのカフェインが体内に残ってるんで、あの覚醒しちゃってね寝つきが悪くなったり睡眠が浅くなったりとかしますので、まあ、それもね個人差があるんですけど、まあ、夜遅くにコーヒー飲むのは避けた方がいいです。なので僕なんかはね、まあ、朝は飲んでもいいと思うんですけど、僕自身の話なんですけど、朝と昼ぐらいは飲むけど、なるべくね夕方の5時以降は飲まないようにしてますね。カフェイン取らないようにしてますけど、これ本当に個人差がありますので、もともと不眠症の人なんかは、まあ、コーヒーとかカフェイン一切取らない方がいいっていうこともあります。これもね人によるんですけど、やっぱり不眠症の人ってね、カフェインとかそういう刺激物に対してもともと過敏な人が多いんです。なので朝とか昼にコーヒー一杯飲んだだけでも、あの夜寝る前にですねわずかなカフェインが体内に残ってると、それが刺激で ね眠りが浅くなるとか寝つけないってことがありますので、まあ、不眠症の人は、ね、要注意です。まあ、場合によってはカフェイン一切取らない方がいいってことはあります。あとは不安神経症の方とか、あとパニック障害の方なんかもカフェインとかねコーヒー取らない方がいいってことはありますね。人によってはコーヒー飲むことによってねパニック発作が起きやすくなるとか不安が強くなるっていうことがありますので、まあ、そういう方は要注意で、コーヒーはね場合によっては飲まない方がいいっていうこともあります。まあ、あとはですね、あのキスする前にコーヒー飲まない方がいいと思います。っていうのはコーヒーっていうのはですね、そのコーヒー豆とかねコーヒーの粉とかコーヒー入れたドリップコーヒーとかってそれそのものはですね、まあ、脱臭効果があったりとかいい香りがしてアロマ効果があってね、あのリラックスしたりとかするんですけど、まあ、コーヒーを飲んだ後っていうのは口が臭くなるんですよね。これ残念なことに。なのでキスする前はコーヒー飲まない方がよくて、まあ、場合によってはね口臭予防効果がある緑茶とかねそういったものの方がいいかもわかんないです。あとまあ紅茶とかねウーロン茶なんかも、まあ、コーヒーみたいに臭くならないのでね、お茶の方がいいかなと思います。はい、以上がコーヒーのね健康効果、美容効果、ダイエット効果、飲むタイミングについての僕の解説でした。よかったら参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。